ワイルドナッシングはアメリカのロックバンド。2009年にジャック・テータムによって活動を開始。ライブで演奏するバンドバージニア州の学園都市ブラックスバーグでジャックザ・ホエールやフェイスペイントというバンドで活動していたジャック・テータムが2009年に自身のソロプロジェクトとして始動させた。テータムのデモ音源がインディーズ界隈で話題となり、キャプチャード・トラックスと契約を果たす。 この頃からサポートメンバーを募ってツアーを行うようになる。シングルサマーホリデーでレコードデビューを果たし、2010年5月にファーストアルバムジェミニをリリース。アルバムは高評価を受け、ピッチフォークメディアは2010年のベストアルバムリストの49位に本作を選出。10月にも EP ゴールデンハゼをリリース。2012年8月にセカンドアルバム。 ノクターンを発表し、ビルボードのニューアーティストオルターナティブニューアーティストチャートの1位を記録した。2013年3月に東京で初来日公演。チケットはソールドアウトで10月にも再来日公演を行った。2014年10月にサードアルバムの制作を発表。2015年1月には自身の Facebook と Twitter でストックホルムにて、 レコーディング開始したことを報告した。2016年2月にサードアルバム、Life of Pose をリリース。ありがとうございます。